体脂肪つきやすいつきにくい関係ないと、コンテストコンディションは何かしなきゃいけないわけでもないんですよ。大胸筋が歩いてる、バズーカ岡田です。バズーカ岡田の筋肉授業、今回もね、女子棒の話をしたいと思います。まあみんなね、ちゃんと絞れるか不安なんですよね。これ大会に出る人だけじゃなくて、普通にダイエットしてる方もそうです。あと1キロ2キロできないんだという方がいらっしゃるんですよね。でもそれが過度にプレッシャーになってしまうと、うまくいくものもうまくいかなくなるんで、少しね、減量に関する私の考え方をご紹介して、皆さんのね、不安を払拭したいなというふうに思います。私今超増量中ですよ。85キロもありますからね。靴下を履くだけで息が上がってますからね。もう最悪ですよ。もう辛い。今すぐ減量したいと思うぐらい体が重いです。で、同時に思うのはね、まあ私大体70キロ前後で大会に出ていたんですけども、本当に仕上がるのかなという不安があるんですね。まあ85キロだから、まあ、15キロ絞る。で、月2キロと考えたら 7.5 ヶ月。そして、まあ、前回の理論で言えば、プラス2ヶ月見積もって、まあ、9.5 ヶ月あればいいでしょうというふうに思うんですけども、いや、本当に同じ70キロになった時に仕上がってるのかなっていう不安はやっぱありますよ。そして15キロですから、その減量期間、長い期間うまく着地できるかなっていう不安があります。まあでもこれまでの経験と理論でね、なんとか着地をして、いい状態で大会に出たいなというふうに思っているんですけども、そういうね、皆さんと同じような不安を覚えるのは私も一緒です。でもいろんな人を見ていく中で、まあ、この情報を知ってた方がね、皆さんの女子棒ライフがね、うまくいくんじゃないかなというふうに考えてます。もともと体脂肪がつきにくい人、そして体脂肪がつきやすい人っていますよね。まあ、これは筋肉もそうですよ。筋肉つきやすい人、つきにくい人もいます。だから体作りを考える上では、2つのパラメーターを、掛け合わせて考えないといけないというふうに思うんですね。この変数で考えないといけないと。筋肉つきやすくて体脂肪がつきにくい人、これ最強ですよ。最強。もうね、筋肉がどんどんつくし、体脂肪つかないし、もう好き勝手生きてくれと、もうコメントないよと、最高の状態で生まれたなお前はというね、状態ですよ。じゃあ例えば体脂肪つきやすくて筋肉つきやすい人、筋肉つきやすいから体脂肪つきやすくても割と落としやすいですよね。ここきついのはここじゃないですか。筋肉つきにくくて体脂肪がつきやすい、ここきついですよね。まあこんな風に人間のパターンを分けるわけですよ。じゃあこの、ね、体脂肪がつきやすい人たちっていうのは減量に不向きなのか、そして体重を重くしすぎた場合、私みたいに増量しまくって体重を大きくしすぎた人が本当に仕上がるのかどうかというところで結構みんな不安に思うんですよ。体脂肪がつきにくい人は最後まで仕上がるのが確実。そして体脂肪がつきやすい人は最後まで仕上がりきらないんじゃないだろうかというふうにみんな思うんですね。でもね、これね、そうでもないんですよ。そしてね、増量をたくさんしてる人が、ちゃんと仕上がらないか、そうでもないんですよ。さらに大会直前のあのバリバリの状態っていうのはなんか特別なことしてんじゃないかというふうに思う方も多いと思うんですが、これね、またそうでもないんですよ。というね、すごく面白いなというふうに私は現象を眺めています。私はね、基本的に筋肉がまあまあつきやすくて体脂肪が、もつきやすい、ここら辺なんですよね。これにいます。だから体脂肪をしっかり落とせばまあまあ筋肉は疲労しやすいって状態ですよね。だからとてもありがたいなと思います。で、もっともっとつきやすい人たくさんいますけどね。私のね、教え子の中でオフの時にすごく重たくなる、でも大会の時はね、バッキバキになる子も結構いますよ。まあ、結構とか普通になりますね。なので体脂肪がつきやすくてすごい増量してもちゃんと仕上がる。じゃあ一方、体脂肪がつきにくくてノーマル状態から割と絞れてる人いますよね。じゃあそういう人が本当に大会に向けてめちゃくちゃいい感じの女子棒ができるか、そうでもないんですよね。大会仕様のあのバリバリのコンディションに体脂肪がつきにくい人はなりやすそうじゃないですか。そうでもないんですよ。面白いでしょ。まあ体の性質というかね、心の状態もあるかもしれません。たくさん脂肪がついてて、増量によってね、そして体脂肪がつきやすいということをもう最初から分かっているので、女子棒に対する意識が高いのかもしれないです、ここの人たちは。で、一方、もともと体脂肪が低くて、体脂肪つきにくい人たちはいつも絞れてるんで、割とその状態が心地よい、さらに絞んなきゃいけない
というふうにあんまり思えないのかもしれないです。というのはね、いつも絞れてるから普段の状態だと自分より絞れてる人あんま見ないんですよ。だからやばいなと、全然自分の方が甘い、体脂肪ついてる、じゃあもっと頑張んなきゃというようなスイッチが入らないのかなとも思います。モチベーションの問題ですよね。で、体脂肪つきやすくて増量してでかい人はいつもこっち側の人見てますからね。体脂肪つきにくくて絞れてる人、ああ早くちゃんと仕上げなきゃって思う意識が働きますんで、そういったこともあるのかなと。でもね、いずれにしてもちゃんと仕上がるんですよ。だから体脂肪をつきやすい人が増量して体脂肪をたくさんつけたとしてもちゃんと仕上がるんで安心してください。これは私へのエールでもありますよ。あと15キロ絞らないといけないですからね。やばいな。でも大丈夫、私ちゃんと見てますんで仕上がります。ということでね、自分の体脂肪の現在の量、そして体脂肪をつきやすいかつきにくいかという性質、これはね、あんま関係ないと。そう、それを言い訳にしちゃいけない。しっかりとやりきればどんな人でもちゃんと仕上がる。で、体脂肪つきにくくて体脂肪が普段からない人はもっとね、体脂肪を落とすっていうことに対して意識を向ければ多分問題なく仕上がりますよ。で、あの大会のコンテストコンディション、もうバリバリですよね。もうバキバキ、まあこんな感じになるわけじゃないですか。こんな感じになるわけですよ。これなんかやってんのかなとみんな思うんですよ。で、今 SNS とか見ると、まあ、やれカーボアップとかね、やれウォーターローディングとか、カーボディープリートとかいろいろやるわけですよ。でもね、面白かったのは、まあ、この女子棒メソッドを、しっかりやりきるだけでしたと。そしたらね、ケツまでバリバリに線が入っちゃって、もうケツまで血管が走ってる。もう大腿四頭筋のカットなんて深すぎて、なんかナイフで切られたんですかというぐらい切れてました、その人。びっくりしましたね。しかもそういうコンディションは、何年も何年も経ないとできないっていうふうに言われてるんですよ。でもね、その方はなんと初チャレンジで女子棒メソッドを読んだだけでそこまで行っちゃったんですよ。おそらくね、期間設定が適切だったんですよね。長めに期間設定をして徐々に行ったんでしょうね。無理やりカーボディプリートしたりカーボアップするっていうのは最後になんとかしようとする方法とも言えますからね。そういう最後の無理やりの着地、つじつま合わせの着地をせずにちゃんと長期間設定して適切にたどり着いた。したがって変なことを一切せずに、あのバキバキの、私がこれまで見た中で日本トップレベルの仕上がりを作った人を知ってますんで、これはね、兵庫県の的場選手です。もちろんね、最後に少し調整しましたけど、調整しなくてもね、全く同じような仕上がりでしたから、まあそのようにね、長期間ね、しっかりと、スケジュールを立ててちゃんとね、着地できれば、余計なことしなくてもバリバリになるということなんですよ、ね。ということで、体脂肪つきやすいつきにくい関係ないと、そしてあのコンテストコンディションは何かしなきゃいけないわけでもないんですよ。全ての人間に女子棒を完璧に遂行する権利がある、そして能力を備えている、ということでポジティブにね、やってもらえればと思います。ということで、この動画のまとめです。バズーカ岡田の筋肉授業、女子棒について。人間を4つに分類して、体脂肪がつきやすい、女子棒が不利と思われる人たちがいます。しかしこういった人たちでも完璧に女子棒をやり遂げることができる。そのためには適切にプランニングしてモチベーション高く女子棒に取り組め。以上。この動画が良いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価をお願いします。まあ女子棒といえばね、この女子棒メソッドと筋トレ食、これで概ね、学んでいただくことできますんで、チャンネル概要欄に URL 貼っておきますんで、ぜひ手に取ってもらえればなと思います。